今回は体力についてリハビリ医学と体育科学とスポーツ医科学の運動機能の構成要素を比較したいと思います。こちらが体育科学とアメリカスポーツ医科学の運動機能になります。 体育科学の方では柔軟性、筋力、持久性、平行性、臨床性が運動機能になります。アメリカスポーツ医科学では柔軟性、筋フィットネス、心血管持久力、身体組成、まあ、これらが運動機能になります。まあ、体育科学とスポーツ医科学を比較してみると、体育科学の方では平行性と臨床性が運動機能に含まれていますが、ACSM の方では それれらが含ままていないといななととうことになります次に、リハビリテーション医学における運動機能なんですが、まず、障害者の体力評価のガイドラインによると、一般的に体力は運動障害のない人を前提に考えられてきました。対象に運動障害が含まれてくると、明確な答えが出しにくくなる。そもそも、障害者の体力とは何を表現したものなのかが、共通の理解として整理されていないことが問題であると。まあ、このように、リハビリテーション医学において、 体力という場合はまずは身体的要素でありその中ののの行動体力と捉えるるが一般的であると、まあ、そのためにまずはリハビリテーション医学において体力という場合は身体的要素でありその中の行動体力と捉えるのが一般的であると言われています。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、こちらリハビリテーション医学における運動機能はまあ古典的にはこの5項目になります。関節可動域、筋力、 筋自給性、強調性、全身自給性、調全身これらがリハビリテーション医学における運動機能になります。 はい。で、こちらが、まあ、それぞれの分野の運動機能を比較した一覧になります。まあ、これらの比較で特徴的なのが、体育科学やスポーツ医科学では、まあ、こちら柔軟性があるんですが、リハビリテーション医学では可動域となっていると。まあ、要するに、筋や軟部組織の、まあ、柔軟性に着目しているのか、まあ、筋や軟部組織の柔軟性の結果、関節の動く範囲に着目しているのかによって、運動機能の要素が異なると。 リハビリテーション医学の方ではあくまでも関節の動く範囲に着目しているとでさらにリハビリテーション医学の方では筋筋力と筋持久性は分けてて考えていますで、まあ、体育科学やスポーツ医科学では筋筋力の中にに持久性も含ままれるといいう考え方が一般的になってきてきす、まあ、このように運動機能もリハビリテーション医学体育科学スポーツ医科学で着目する要素によって運動機能の構成要素が変わってくるというのが見てわかるかと思います。 今回はリハビリテーション医学体育科学スポーツ医科学の運動機能の構成要素を比較してみました。次回は運動機能とトレーニングリハビリテーション医学と ACSM の違いについて解説したいと思います。